なんだよ、もう終わりか。立てよ。何人かなんて覚えちゃいない。5つか6つくらいの頃から戦場にいた。俺は戦士だった。昔俺の住んでた村に2度兵隊が来た。あいつらは人の皮をかぶった獣者だ。今度こそ男たちの嵐から子供を守らなければなりません。差別を好む者はどこにでもいるが、そうでない者もいる。くじけるなよ、二人とも。俺はイングランドに行くぜ。近いうちに必ずな。こんなど田舎で一生終わってたまるかよ。人には得て不得てがあるのだ。人間、身に合った場所におるのが一番良い。違うぞ、親父。こいつは始まりだ。敵は強いぜ。探しておるのです。奴隷になった友人の息子を。これから覚えていけばいい。一つ一つ。空っぽなら何でも入るじゃろ。生まれ変わるつもりがあるなら、むしろ空っぽの方がいい。あれ見ろ、トルフィン。お前の体は生きたいって言ってるぞ。生きたいのか、俺は。生きて、どうするんだ。進むがよい。三天に至るにはまだ屍が足りぬ。笑いたくば笑うがいい。すべては失われた愛のためだ。